女性自身のウェブ版によると、19日に放送された特番、トンネルズの2億4000万の大陸スペシャルをきっかけに、トンネルズとバナナマンの不仲説や共演 NG 説が再燃しているそうです。トンネルズの2億4000万の大陸スペシャルでは、2018年に終了した、トンネルズの皆さんのおかげでしたの人気企画。 2億4000万のモノマネメドレー選手権が復活し、出演者には神夏樹さん、原口昭正さん、小賀修さん、ジョニー志村さん、ミラクルヒカルさん、雄造さん、ミカンさん、金太郎さん、ラパルフェ、鶴拓也さん、そして大物ゲストのコロッケさんが登場しました。この企画について石橋孝明さんは、全員リクエストしたので、 完璧でしたね、とコメントしています。この企画では、バナナマンの設楽光さんから司会が南海キャンディーズの山里亮太さんに変更されています。さらに、番組の終盤にはトンネルズと親交が深い芸人たちのビデオレターが紹介されたのですが、登場したのはナイツ、オギヤやギ、カンニングチクザ山さん、ナインティナイン、アンタッチャブル、サンドウィッチマン、騎士団、綾小路翔さんで、 ここでもトンネルズと頻繁に共演していたバナナマンは登場しませんでした。これによって船仮説が再燃していると女性自身は報じているのですが、トンネルズとバナナマンの船仮説は2022年12月に、週刊女性、や、ニュースポストセブンが報じたことで大きな注目を集めました。石橋貴明とバナナマンの関係悪化、船仮説浮上、ザ、 細かかすぎて伝わららないモノマネから消え不穏な情報も2020年12月に放送された「第3回『座、細かすぎて伝わらないものまね』でバナナマンと石橋貴明さんが共演しかし『週刊女性』の記事によると芸能関係者が石橋さんの乱暴な芸風が炎上しやすく時代遅れとされることからバナナマンとの共演が途絶えた理由を明かしている 石橋さんはこの噂を聞いて憤慨し、二人がいじりの標的にされることを避けるため、実質的に共演 NG を発表したという、女性自身の記事によると、バナナマンは、おかげでした、への出演以降、多忙になり、テレビ界でのパワーバランスの変化もあり、トンネルズとの不仲共演 NG 説がネット上で再燃している可能性もあるとの憶測が広まっている。 二億四千万に日村さんがいないのは家族一同残念でした。日村あっての、この企画なのに、絶対王者日村勇気がいない二億四千万はやはり何か足りなかった。あんなに一緒に出演してたし、そもそものタイトルが日村さん由来の二億四千万なのだから、何かの原因で共演 NG になったのは明らか。残念すぎるわ。 バナナマンはちょくちょく自分の番組でトンネルズの名前を出してるから共演 NG はありえないでしょ単純にスケジュールが合わないだけ出演しなかったのはタイミングが合わないとか理由があるかもしれないけどビデオレターにも出てこないのはゲセないそれほど関係が濃そうに見えないサンドイッチマンですら出ていたのにそもそも2億4千万は日村ありきの企画だったしねまた出てほしいね などの声が上がっています。結局のところ、現在も不仲説の真相は明らかになっていないのですが、少なくともバナナマンと木梨憲武さんの関係は変わらず良好な様子で、今年1月には設楽光つさんが司会を務める、ノンストップにドラマの番宣でゲスト出演していました。4月に、フライデーが報じた記事では、 トンネルズが11月に2日間開催の日本武道館ライブ、トンネルズザライブ 2024BUDOKAN の出演者について、中井貴一さん、水谷豊さん、藤井文也さん、芸人のおぎや萩やバナナマン、サンドウィッチマンなど豪華ゲスト陣も参加とワイドショー関係者が語っていました。これがもし事実とすれば、ふな共演 NG 説は完全なガセネタとなりますが、 おぎやはぎとサンドウィッチマンに関しては、今回の特番で武道館ライブについてコメントをしていたものの、バナナマンのコメント紹介がなかったのは気になります。